カーから早速交換費が届いたようですので開けてみます。早いね、さすがに。これが本体です。本体とケーブル2本。これは今のでもいいんだけど。でここに三脚ネジと、これ結構便利なんで首を振るからね。でここに USB の入力端子ついてます。私はパソコンにつなぐのでこれは使わないんで置いといて、オートフォーカスがちゃんとなってるどうかテストしてみます。同じくカメラロールを立ち上げて、これを切り替えます。アンカーに切り替わった。今度オートフォーカスはどうだろう。これ私の部屋の一部を映してますけども、これカメラロールですけども、音声も拾ってみようか。最後に純烈のメンバーとしてお祭りの PR 一言お願いします。そうですね、やはり純烈スーパー銭湯だけでなく盛り上がる。今度オートフォーカスが暴走しないみたいね。やはり高山祭りともども純烈6回目の紅白出場を目指して頑張りましょう。歴代大賞を目指して頑張りましょう。大事なところカメラさんがちゃんと煽ってくれてたのにありがとうございました。岡田さん、ちなみに同じところで、ロジクールに帰ってみようかな。ロジクール変えてみます。女性として初めて獅子舞に挑戦したというケースだったんですよね。なぜそこまで至ったのか。ロジクールだけどかなり色は違うね。やっぱり会場の森下町、成人した長男、男性の中でも限られた人が獅子舞の対象でした。何かに変えます。ただ少子化によって森下町と近隣の町まで拡大した。そして男性であれば誰かなり綺麗じゃない。こっちの方がただこれでも人数としては非常に少なかったということなんですよね。そこで人口を増やす踊りということで、不良品の返品のあれは問題がないな。まずはこれで使ってみたいと思います。女の子がいなくて不安だったから。